おはようございます。おはようございます。はい、ということで本日の朝ごはんでございますが、はい、本日はオムレツ頼んだらすごい量で、朝からこんな食べれるかちょっと心配。どっちがメインこれ、ね、オムレツがメインみたいな。野菜入ってんのね。うん、すげえな。じゃあいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。Good morning! アフリカの旅13日目、ザンビア8日目でございます。本日は今、ザンビア側のボーダーに行って、はい、今からジンバブエに行きます。はい、向こう側がジンバブエ、はい、こっちがザンビアでございますね。はい、うん、まあ、クライマックスですね。はい、もう終わりに近いですけどもね。じゃあ最後一刻、今から入国してみましょうか。はい、行ってみましょう。ボーダーからまたこのタクシーに乗って、ジンバブエ側のボーダーに向かいます。この距離がこっからこっちまでが20分あるらしい。今ジンバブエ側に向かいます。タクシーで移動。はい、29カ国目ジンバブエ来ましたね。はい、後ろトラックいっぱいでございますが、はい、向こうザンビアでジンバブエ、はい、来ましたね。はい、最後の目的地ですかね。はい、はい、じゃあちょっとね、街の方に行ってみましょう。行きましょう。はい、行きましょう。なんかザンビアと違うね。踊ってるよ。これが今のアフリカなんですよね。長い長い、なんて言ったの。ウェルカムトゥモシオトーニョビクトリアフォールズジンバブエ。はい、ということでモシオトーニョっていうのは、はい、題名がその所、ところ、はい、すごいもうなんていうの、文明、はい、みたいなのが上がってるってことでビクトリアフォールズを意味しています。なるほど。はい、まあジンバブエ側ね、に来たってことですよね。ジンバブエ側のビクトリアフォールズを見てみます。昨日までザンビア側でしたからね。はい、はい、じゃあちょっとね見てみましょうか。受け止めていきます。はい、行きましょう。Thank you. Hello. How are you? Good. Thank you. Way to the falls. 滝の音が聞こえてくる。向こうね。水しぶきが。違う、水しぶきが結構きますね。来るね。うん。おお、すげえすげえ。すごい。これは。これはザンビア側とは違うぞ、また、ね、見れないね。おおすげえ。おお、これすげえわ。すげえすげえ。おお、びちょびちょになる。うわ、めっちゃ水が降ってくる。すごい、ね、すごい。水しぶきすごい、めっちゃ降ってくる。やばいこれ、やばい、すげえ、めっちゃすげえ、めっちゃすごい。なんかザンビア側とまた違う、めっちゃ迫力ある。向こう側とこっち側めっちゃ見応えある。ノリノリですよ。ノリノリですよ。すごいよ。すごい。迫力がやばい。うわー。すげー。うわー。すごいね。ちょっとセーブ。なんだ。またラックスアイランドビュー。突然何始まった。バーチ。
がすごい。いや雨痛い。めっちゃ降ってるもん。雨じゃんこれ。やばいやばいやばい。雨降ってるみたいな。すげー。すごい。やべーここ。すごい見て滝つぼ全然見えない。わー。すごい。すごい。面白いな。だんだん真ん中入ってきたけどね。すげえ。ビクトリアフォールズ最高。This is Africa。アフリカ。ということで、ジンバブエ側のビクトリアフォールズ見てきましたけど、いかがでした？すごい迫力だった。やっぱこっち側の方が全然水の量違うよね。ね、水すごい飛んできたし、水しぶきですな、ね、水量もありましたし ね、 ね、でもこれで歓喜なんだよね。そう、雪だったらそこは全部わーって、はいはい、すごい滝になるんだよね。はいはいはい、雪も来てみたいですな、ね、だいぶなんか水これで少ないみたいだから ね、 ね、でもなんかあのびしょ濡れになるってやつがちょっと濡れましたけどね、はい、体験できましたね、だいぶなんかザンビア側と違ってこちらもまた面白かったですね、はい、あなたの横にはイノシシもうすぐ近くです。なんだ近い。じゃあ食べてる。仕事。草刈りしてる。草刈り中。一緒にやる。親戚です。イノくん。イノくん照れ屋だから。イノくん。バイバイ。
はい、ということでアフリカ16日間旅終わりですが、いかがでした？はい、滞在はね、14日間ですね、うんうん、はい、あと2日間帰るのにあるので16日間って感じです、うん、はい、本当にね、アフリカ、うん、全然やっぱり違うよね。他とね、またちょっと違うよね、うんうん、景色がすごい広大で、うん、今回見たね、ビクトリアフォールズもすごい良かったし、うん、最初のマラウィ、マラウィ湖、ケープマクレア、すごくのんびりしてて住みたいと思ったし、サウスルアンガーとかチョベの国立公園もね、ダイナミックで本当に感動したよね。チョベ良かったね。チョベ良かった。結局4カ国だよね。うん、4カ国行きました。マラウィとザンビアと、まあ、ボツワナ、ジンバブエちょっと入って、今ここジンバブエですけどね、はい、でも国ごとに全然違うよね。全然違う、ね。まあ、経済状況も多分違うんだと思うんだけど、そうだね、マラウィとジンバブエと比べるともう全然違うもんね。そう、物価がね、うん、すごく高いし、まあ、家とかも全然違うし、うん、街並みも全然違います、ね、ですね、うん、いやでもなんか久しぶりのアフリカでしたけど、はい、かなり楽しめましたね。かなり楽しかった、うん、なんかこう日本に帰れるのかって感じだよね。いやこのね、ゆっくりなリズムになれるともう戻れない。来たまた移住宣言。ということでね、はい、はい、今回も16日間とても楽しい旅ができました。はい、はい、ということで、はい、この動画を面白いと思ってくださった方がいたらチャンネル登録お願いします、はい、いいねボタンもお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、はい、この旅はこれで終わりです。さようなら。さようなら。